今治市役所浅倉支所浅倉村は愛媛県の東予地方にあった村である。隣の旧今治市等から住宅を求めて転居する人があり、国内でも数少ない人口が増加していた村であった。村とはいえ人口が約5000人と愛媛県内の他の町と比べても遜色ない存在であった。愛媛県では最後の村の一つであり、消滅により県内から 村が消えた。国内でただ一つの場外船券売り場がある村であった。朝倉村は旧今治市に接し、今治平野の内陸部に位置している。北は明け今治市と平地で接しているが、他の三方は山地で囲まれている。山地は森林で覆われている。東予市に源流を発する富田川の上流域にあたり、富田川は村を貫き今治市東部を経て、 日内灘に注いでいる。和名城に朝倉の名が見えるように、この地は古くから朝倉と呼ばれていた。朝倉の由来については諸説ある。中世以前近世明治以降朝倉村の系譜。町村聖志工事、朝倉登る、城朝倉村、朝倉登るの昭和31年3月31日。合併、朝倉下朝倉村、朝倉南。 朝倉北下朝倉村、古屋、山口平成17年1月16日、新設合併、新、今治市発足、今治市今治市、玉川町、並方町、大成町、菊間町、吉海村、宮久保町、博多町、上浦町、大三島町、関前村、今治市以下の市町村の合併以前の系譜は、 それぞれの市、町、孫の記事を参照のこと、米無疑主体の農業であるが、最近は野菜、果樹栽培なども盛んである、高速道路一般国道県道、ありがとうございます。